はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この夏海やプールに行く方に向けての夏のヘアケア方法についてご紹介します。海やプールに行く前のヘアケア方法、そして行った後のヘアケア方法、このあたりを詳しくご説明していきます。まず行く前にやること、一番の敵は紫外線です。海やプールに行く前に2つのことをしっかりとやっていきます。まず一つ目が髪の毛の日焼け止めを使う。お肌と一緒でね、髪の毛もやっぱり紫外線が結構大敵になってくるので、そこをしっかりとブロックしてください。で、日焼け止めの種類っていうのが結構たくさんあって、もうミルクタイプもあればスプレータイプ、あとオイルタイプもあります。一番簡単に日焼けができるのはやっぱりスプレータイプが結構つけやすいかなと思いますので、まあ、そのあたりを使ってあげると簡単にブロックできるかなと思います。おすすめのスプレータイプと、あとミルクタイプの日焼け止めは概要欄にリンク貼ってるんで、よかったら参考にしてみてください。2つ目は髪の毛を結ぶことです。特にお団子の形状にするといいかなと思います。なるべくなんですけど、髪の毛の出てる範囲、紫外線が当たる範囲をできるだけ少なくする、これがポイントになります。あとは海だったりとかプールに髪の毛がついてしまうと、海水だったりとか塩素でダメージが出る恐れがありますので、なるべくですけどお団子にまとめる方がいいかと思います。次に行った後にやること、早めのリカバリーが大事になってきます。次の2つの方法をやってください。1つ目は入った直後、まずシャワーでしっかりと流してください。で、一応髪の毛をねまとめながら入ってくださいってお伝えしたと思うんですけど、でも若干なんですけど濡れてしまったりとか潜ってしまって髪の毛がびちゃびちゃになる方ももちろん中にはいらっしゃると思います。そういう方に関してはもう直後にしっかりとね、海水だったりとか塩素を落とすようにシャワーを絶対浴びてください。そのままではダメですよ。次に2つ目は、帰ったらいつもよりもしっかりめにトリートメントを行う。特になんですけどね、普段使わない集中トリートメントみたいなものはおすすめです。そういったものをねしっかりとつけて保湿をしてあげる、これが結構大事になってきます。集中トリートメントを持ってない方もいらっしゃると思いますので、そういう方に関してはいつものトリートメントでプラス蒸しタオルをつけたりとか、あとはラップでくるんであげてちょっと時間を置く、それだけでも効果があります。なのでこの方法をやってみてください。おすすめの集中トリートメントも概要欄に貼ってますので、よかったら参考にしてみてください。はい、ということでこんな感じでね、海やプールのヘアケア方法についてご紹介しました。夏のレジャーね、皆さん楽しみたいと思います。なんですけどね、こういったヘアケアがすごく大事になってきますので、ぜひ皆さんこの方法で夏を楽しんでください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。